1月14日土曜日です。4号金庫の夜第378回。今夜もどうぞよろしくお願いします。ちょっとね、久しぶりに風邪をひいたかなと。喉がガラガラ、ちょっと鼻水が出る。まあ熱はないんですけれど、ちょっと、喉と、すいません。すいません。鼻水が出るというところでね、まあ、大事にはならないかなと思うんですけれど、ちょっと用心を、したいと思います。まあ、これからね、いろいろと、取材することが多いんで、多いというか、やはりね、ビデオカメラが変わったということで、これね、よいしょ。もう前から紹介してますように、新しいビデオカメラが届きましたんで、あれ、出てくるか。子供のように、子供のように喜んでるというか、これね、HDR-HC1。まあ、これが来たので、水を得た魚のように、ちょっとこれで、どん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 、撮影をしたいと思います。これ2005年のビデオカメラで、もうね、あまり出てないんですよね。出回ってないので、まあ、ミニ DV テープで、あ、ミニ DV テープで、ハイビジョンが撮れるというカメラなんでね、ちょっと今度は大事に使いたいなというふうに思っているところで、本当、水を得た魚というか、バカですね。本当、なんていうか、写真、キチガイ、カメラキチガイというかね、まあ、いろんなものを撮りに行きたいというふうに思ってますんでね、あと風邪をひいてると、どこにも行けないので、早く体調を戻して、撮影ができるように頑張りたいと思います。今月は27日に、春の選抜、21世紀枠の発表、うちの母校が、候補校9校の中に入ってるんですね。で、東日本で1校、西日本で1校、全体枠で1校選ばれるということで、まあ、西日本の中で選ばれるといいなというところなんですね。まあ、ライバル校も結構いますんで、まあ、蓋を開けてみないとわからないということで、予想もなかなか難しいんですけどね。あと、その、まあ、一日待機しないといけないんですよ。一応、例年通りで行けば、午後3時ぐらいに電話が来るだろうと。というのも、ほら、高校なんでね、生徒の皆さんの、まあ、課外の時間を狙って、まあ、電話が来るということで、2009年、2010年の場合は、午後3時に、北から順番に21世紀枠の電話があります。9校全部に電話が行くんですね。ダメでしたよっていう電話ももちろん行きますんで、で、北海道から順に降りてくると、まあ、6番目、一番最後か。九州なんで。一番最後なんでね、3時30分くらいかなということなんですけれど、まあそれ本当例年通り午後3時に電話が来るかわからないんで、一応、西高に電話したら、職員が出勤した後はもういつでも受付できるようにしますということで、一応待機場所、控え室がないみたいで、まあ、自分の車の中で待機するしかないのかなというところなんですけどね。ちょっと27日は丸1日自分の母校。母校といっても、こっから歩いて10分ぐらいなんですよ。自分の家でも待機はできるんですけれど、まあね、いざ何かあった場合に時間かかっちゃうんで、やはり学校の周り、学校の周りって喫茶店も何もないんですよね。百姓うどんといううどん屋さんがあるんですけれど、グランドの端っこ、学校にはなかなか回っていかないといけない、入れないというところなんで、
やはりちょっと難しいのかなというところで、学校のグラウンドで待機するか、駐車場で待機するかとしかありませんけど、ちょっと大手マスコミが、報道しないこと、まあ、卒業生という強みを生かしてね、ちょっと、久しぶりの母校の様子をね、お伝えできるかなと思います。で、31日が福岡ソフトバンクホークスの優勝パレード、キャンプ地での優勝パレードということで、まあ、普通の日なんですね。で、昨日、青年会議所ですかね、一般ボランティアを募集してますっていう案内があって、まあ、困ってるんだったらね、まあ、僕も撮影やめて、一般ボランティア方に参加しようかなと思ったんですけど、昨日 Facebook の方で、メッセージをいただいて、まあ、大谷さんは、撮影の方で頑張ってくださいというような、メッセージをいただきましたんで、ちょっとボランティアの方が気にはなりますけれど、ボランティアさんの様子も撮りながら、キャンプ地での優勝パレードの様子をね、夕方6時ぐらいからあるということなんですよね。1月の下旬なんですけど、6時って言ってももう夕方ですよね。もう暗くなりますんで、どのような、パレードになるのか。県庁を出発して、ずっと立花通りを行って、デパート前を折り返して、また県庁に戻ってくるというコースなんで、夕方、仕事帰りの方々が結構多く集まるのかなと思いますんでね、僕も取材をしたいと思います。まあそして、2月1日からキャンプが始まりますんでね、まあ、キャンプの取材、今回バリバリと、まあ、カメラが来たんで、どん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 、やっていきたいと考えているところでございます。でね、やはり、まあ、そういったね、立派な機材がないと、なかなか難しいんで、本当、ありがとうございます。で、立派な機材をいただきまして、まあね、気合を入れて、撮影を行いたいと思います。はい。今日はね、駅前パソコン教室で、今日もFacebook の講座を行いました。今日はね、河野知事、宮崎県知事がですね、お友達承認をしてもらったので、受講生さんから、河野知事から承認もらいましたよということで、話が結構弾みましたね。ですんで、河野知事に、承認のお礼というかね、ご承認ありがとうございましたというコメントをね、打つ練習をやりました。また皆さん、おっかなびっくりっていうか、どんな風にして Facebook を使えばいいのかっていうのが、まだまだご理解されてない部分があるんでね、どんな風にコメントを打てばいいのか、どんな風に書いたらいいのか、写真はどんな風にアップするのかといったいうレベルですんで、今日もゆっくりと手取り足取り教えました。まあ、写真とか、あと YouTube の動画の見方、Facebook で見れますんでね、そういったところもお話をしました。まあ電子メールよりも、Facebook のメッセンジャーを使った方が、まあ、便利ですよっていう話も、行いましたんでね。また、この1週間、受講生さんそれぞれお友達を増やしたり、またウォールに書き込んだり、コメントをしたり、という活動をやるのかなと思います。まあ、ワード、エクセル中心の講座からもね、脱却して、まあ、楽しみましょうと。まあ、せっかくも月5、6000円の通信料をね、払ってますんで、まあ、インターネットを思う存分楽しんで、毎日を過ごしましょうということでね、あと、市の公民館でやっている講座もね、もう切り替えていった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。はい。つんで、今日はね、新たにパソコンを勉強したいんですが、という方がいらっしゃったんですがね、まあ、土曜日の、このお昼の時間が使えない、できたら土曜日の午前中がいいということで、まあ、場所を別に改めて、そこでお勉強しましょうかというご案内を
しましたんで、まあ、ぼちぼち受講生さんが増えていくといいかなというところですね。気合を入れて受講生さんの募集も、まあ、スマートフォンの講座も一時期やっていたんですけど、ちょっとねスマートフォンの講座の方は開店休業状態でほとんど、やっておりません。ちょっとね、もうちょっと講座内容、宣伝方法とかをね考えながらちょっと検討していかないといけないのかなというところですね。はい、まあ受講生さんが増えたり、ホームページのお仕事が入ったり、まあぼちぼちと、まあ良い方向に向かっているのかなというところなんでね、もうちょっと、PR 宣伝活動を行っていきたいなというふうに思っているところです。すいません。あ、ごめんなさい。あとはね、そんなに変わったこともありませんし、あ、そうそうそう、宮崎市の花ヶ島っていうところで、強盗事件が起きたんですけど、犯人は捕まったんでしょうかね。まあ、若い男性だという情報はあるんですけど、その後、捕まりました、見つかりましたというニュースは入ってこないんですけど、まあ、僕がニュースを見てないだけであって、もう捕まっちゃったのかなというところですけどね。とも、宮崎っていうのはあまり大きな犯罪が起きないっていうところなんですね。だけど、インターネットにおける犯罪の被害を受けやすいと、あと、なんとか商法の被害を受けやすいという経済的な事件、トラブルに巻き込まれやすいという県民性というかね、まあ、お人よし、人がいいというところで、そこを狙ってですね、昔はファミリーレストランでよくなんとか商法、なんとか健康食品の、セールスを行っていた連中いましたね。一時期結構いっぱいいましたよ。だから必ず対象者が若いご夫婦とかなんですよね。これに投資をするとお小遣いがいっぱい増えますよ、子供さんの学資保険とかの、足しになりますよとかいうことでね。はい、また画像が消えました。ちょっと待ってください。はい、はい、すいません。ということでね、結構ファミリーレストランを中心に勧誘活動があったんですけど、その後、レストラン協会がそういった、勧誘目的での利用を断るということで、まあ、一切ファミリーレストランからは消えたんですけど、だけどね、まだね、ぼちぼちいますね。今度はマック。マクドナルド、モスバーガーで、なんかその契約の話してるんで、こうってみたら、なんとかライフとかいうところの、販売契約の話をしてるとかですね、まだ結構残ってはいますけどね、そういった経済的なトラブル、事件に遭いやすい、インターネットでは、1月4日に宮崎県弁護士会に入っております弁護士さん、21人が、インターネットトラブル消費者を保護するための弁護士団というのを作って、インターネット商法とか、インターネットの出会い系サイトで被害に遭った方々の相談を受けるという活動を、始めております。まあ、僕もこの前紹介しました激安家電販売のディンクホールディングス、一応宮崎の京竹町加納の方に住所はあるんですけれど、住所があっても
お店はないという状態でね、まあ結構九州を中心に荒稼ぎをやっている団体が、集団がいるんでね、まあ、そういったことも含めて、県の弁護士会の方で、出会い系サイト、アデルト系サイト、インターネットオークションのトラブル、そういったご相談に応じてますんで、とご心配な方は、県の弁護士会の方にお電話すると良いのかなと思います。はい、ちょっとね、熱はないんですけど、喉が痛いんで、話ができない。喉がね、扁桃腺が腫れてはいないんですけど、喉がガラガラなってくるんでね、ちょっと話がしにくいというところなんでね、今日は早めに放送を終わりたいと思います。まあ明日一日経てば良くなるのかなと思いますんでね、また明日も同じ時間帯に放送をしたいと思います。すいません。今日はこの付近で終わりにしたいと思います。四五金五の夜、第378回、ね、終わりにします。また明日もご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃ、失礼します。